本当に見えない。何時ですか？次。ありがとう。教えてくれて。ちょっと。声やばい。次25分から。ありがとう。何も見えない。本当にここまで来ないと見えない。 ごめんなさい。 アラームめっちゃかけて寝たのに何一つ聞こえなかった。 ちょっと待って、水飲みたい。声やばい。見えない。すいません、本当。時間後で書いてあるね。あ、もう見えないから。 いや、後で書こう。私何分から始める？ちょっとそれ30分したいから。9分から。じゃあ39分まで。すいません。ちょっと、もういっか。うん、またはいや、ちょっと待って。なんか固まり固まさん、ごめんよ。赤たまり方ハンさん、ごまたまありがとうございます。ありがとう。ちょっと本当に寝起きすぎてごめんなさい、声が。ありがとうございます。そう、文字を書けるのか私は。見える。いつもより近めで描けば。よいしょ。目のとこさがすっごいブラブラ。え、めっちゃ怖い。よいしょ。ちょっとどうしよう、書き直そうかな。ちょっとさ、すごいホラーになっちゃったんだけど顔が。
前がなんかちっちゃく書いてた高さが違って修正してたらすごい怖いんだけど、にじんで書き直した方がいい。なんかめっちゃ怖くない？目修正してたらこれめっちゃ滲みやすくて、この髪目がほら、ちょっと待って、もう一回描こう。なんかめっちゃ滲んでしまった髪が、日付も間違えてたかと思ったけど、くまと、ありがとう。あ、でも次リンクがちっちゃかった。うん、よし、いいや、さっきよりか怖くない。博多ぶりかたまんさん、くまたありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。さっきの目、お目がやばすね、ホラーだからちょっとやりついた。ありがとうございます。ありがとう。なんかボソボソだよね、すごい。このあ、寝起き、ごめんね。レゴシンク君、確かに。なんか、ちょっとやばいキャラできちゃった。うん。あの午後あれさ、どうしたの？そんで起きてさ、5秒後ぐらいパッて消えてみて、5分ってなって、えっと思って、とりあえず7号号ってベッドから降りてみたいな。血色なさすぎたからリップだけ塗ってコンタクト入れずに始めちゃった。アラームかけてたのに一個も聞こえなかった。いつも聞こえるんだよ、いつもどんだけ遅く寝ても1時間後に起きるとか。でも最近はね、朝起きてたのに、それでも2時間後とかでも起きてたのに。
ひなちゃん電話？待って、私あれかも、安モードにしてるから電話聞こえないモードになってる。かかってきても聞こえないんだよね、朝。お休みモード。待って、かかってきてた？やばい、全然鳴らないモードになってたから分かんなかったかも。ああ、申し訳ない。夜から朝までお休みモードに、朝アラーム止める？まったり、なんか画面のやつ押さない限りお休みモードで通知が来ない設定になってる。見えない。そう、なんか携帯つけてたらこう画面とか分かってるんですけど音が鳴らない。その設定してるわ。ああ、後で返しときます。それで、ここ見えない、ここじゃないと。文字が。だけどどれくらい使ってんの？マイナス4と 3.7 ぐらいだった気がする。忘れた。そんなんじゃなかったっけ、数字って。違ったっけ。違ったっけ。そんな感じじゃなかったっけ。まあ、あんま覚えてないんだけど、いつも買ってるお店一緒だから、そのお店になんか記録されてるから、こんなカード持って行ってコンタクト買いたいですって言ったら同じの出してくれる。だから分かんない、覚えてない。この枠39分までします。これ書いた方がいいな。ちょっと待ってね。じゃあさ、次は、次はいるか。あと3文字しか書けないから、変わった？ちょっと待って、今ちょうど15分の、あ、次25、あ、カラーが抜けてる、消えたか。うん、消えちゃうな。もう一回、次25で伝わる？伝わる。うん、伝わる。カラーが消えちゃった。近い、近くないと見えないんだもん。コンタクト入れてない。
これか。39万。うん。この距離よ、いつもの、いつもこのぐらいでやってて、見えない、こう。何が入ってるかが本当にわかんない。お腹すいた。あ、そうだ、次の配信ね、カヌレを食べようと思ったんですが、ちょっと他に食べないといけないものがあったので、今日までに食べないといけないご飯があったので、それを食べてもいいですか。忘れてた言うの。カヌレは明日とかでもいい。明日時間あると思う。食べる時間、朝とかに食べることになりそうだけど、それでもいいですか。普通にご飯食べる配信でいい。ご飯食べる、でもお腹空いたから次の配信で。めっちゃ時間あるけど次の配信まで。貼ってないんだった。何やってんだよ。いつもの感覚で見ちゃう。すっごい、しかもなんか映ってなかった。ごめん、ここら辺が映ってなかった。ここで嫌だ、カヌレしかダメっていう人いない。わかんないじゃん。でも何も言わずにさ、こう急に違うもの食べ始めたらあれだから、そう、はい、じゃあ「カヌレ」って言ってたんだけど、急に普通にご飯食べ始めたらびっくりじゃん。話が違うってなるじゃん。マジで見えないな。目ないけど、見えないんだけどな、どっちにしろ。なんで、カヌレってこんなご飯っぽいものだったかなって思うだけだから大丈夫。絶対思わないでしょ、違うもの食べてるとしか思わない。しかもね、めっちゃ動画入ってるからね、すごいよ。この内側のこう、メガネさってさ、動画入ってたらさ、輪郭がさ、なんかアラームが鳴って、アラーム止めたらアプリが落ちちゃった。ごめんね、一瞬止まったかも。アラームが鳴ってアラーム止めたらアプリが落ちた。こうやって上にこうどけたらアプリが落ちちゃった。ごめんね。すみません。何分にランキング？36分。本当ごめんなさい、本当に。起きれると思ってた、完全に来ると思ってたら一個もアラームが聞こえなかった。私6時25分ぐらいから6時50分ぐらいまで
アラームかけてて5分刻みぐらいで、どれ一つ聞こえなかった。久しぶりにベッドで寝たらさ、意外と寝すぎちゃった、ごめんね最近なんか椅子ソファーで寝てて、めんどくさくて、ベッド久しぶりにベッドで寝たら、ベッド寝やすくてめっちゃ寝てしまってなみたいすいません何日かぶりかにめっちゃ寝たベッドがやっぱり休みみたいだ、ごめんなさい。いつも寝落ち、そう正解、いつも寝落ちしてる、いつもめんどくさくなっちゃって、もうそのまま寝ちゃって、だから早起きしてるんだよね、そっからの。朝にシャワー浴びてって言ってたから、今日は昨日の夜にまだシャワーを浴びる記憶があったからいつもはもうもう眠いと思って寝もと寝ちゃうんだけど、ダメだよね。でやってベッドで寝たら困っちゃった。メガネかけたら見えるけど嫌なんだよな、メガネかけたスマホ好きじゃない。メガネかけたら見えるんだけど、見える、この距離見える、見ちゃって。うん、ちょっと待って、解剖しそうさ、反射してるリングライト、ほらすごくない、輪郭が。でも家でメガネつけてることほとんどない、半分で寝る前の一瞬ぐらいしかない、朝起きてもそんなつけない、すぐつけちゃう、メガネじゃないコンタクト、反射しちゃう。おそうざすぎる。シルク悪い、私目悪い。リングライトが反射しちゃう、すっごいあれだよね、土入りだからさ、内側がこうかって輪郭が、毎日メガネは嫌です邪魔だし好きじゃないメガネ、コンタクトが一番いいんだよね、え楽だし、コンタクトのが見えるし、だからもうやんないよきっとメガネは
ちょっとね、ちょっと裸眼で画面見るのが相当しんどかった。目が疲れてやったからやめた。13位プレアットマークミューディーさんありがとうございます。12位ハマーさんありがとうございます。ちょっとやだな自分。あ、ランキング変わっちゃった。13位かも変わりますね。なんかライト映るのもやだ。13位ムムさんありがとうございます。12位ウサギさんありがとうございます。11位、クールさんありがとうございます。10位くましろさんありがとうございます。9位ガサさんありがとうございます。8位、まさかりさんありがとうございます。7位 WY とマーク影の守護神さんありがとうございます。6位バトニーさんありがとうございます。5位トワさんありがとうございます。映る、めっちゃライトが反射してやだ。でも、そう、仕方ないか。消すしか、消したら。これでいい？ちょっと映るのやだ。気になっちゃう。暗いかもいそうと。7位までだった、私今。7位読んだ。6位か、次。6位、バトニーさん、ありがとうございます。5位、トマさん、ありがとうございます。4位、ラボーナさんありがとうございます。あ、違う、やばい。3位青空とマーク台湾さんありがとうございます。2位グラントさんありがとうございます。そして1位が博多ぶりかたまさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、本当寝坊してすいませんでした、ごめんなさい。次は9時25分から配信します。じゃあごめんなさい、そろ時間なので、ありがとうございました。